大人も子供もお姉さまごきげんよう。おい、トリプルブースターセット。はい、ということですね。今回はこちらね、トリプルブースターセットを買ってきたわけなんですけども、僕はね、一番やっぱノバネプチューンがかっこいいなと思うんですよ。は？やっぱブラックのビクトリーバレディだろうが。いえいえ、一番美しいのはホワイトのカオスでしょう。だったらこの3つを戦わせて誰が勝つか勝負しようぜ。認めたくない。俺が今回気になったのはやっぱこの新作のノバネプチューン。この水しぶきのような揚げダンバが相手の攻撃をいなして、この突出した上段馬が相手をバーストさせるっていう超バランス型のレイヤーだ。ディスクは同じくバランス重視のバーチカル。そして何よりも注目すべきなのがこのドライバー。この突起が出ている状態では持久モードなんだけど、ここを回してあげるとこの通り攻撃型のドライバーになるんだ。これは新しいドライバーの形だし、なかなか面白いよね。ちなみに前回のネプチューンと比較するとこのような形になります。見てもらえば分かる通り、だいぶ刃の形が変わって、前回のネプチューンよりもかなりバランスの取れた強いレイヤーになったのは間違いないですね。このノバネプチューンの切り替えに他の2つのレイヤーは対応できないだろうな。こちらが今回私が推すカオスレイヤーのホワイトバージョンです。カオスレイヤーといえば、もともとレイヤーコレクションボリューム1のレアレイヤーとしてブラックカラーで登場いたしましたが、なかなかプレミアがついて手に入らなかったんですよね。ただ今回このような美しいレイヤーが手に入って非常に嬉しく思っています。ディスクはオーバル、ドライバーはジャイロという完全にスタミナ仕様の構成となっているので、このままでも当然強いはずです。俺がお前らに押すのはこのビクトリーバルキリーブラックバージョンだ。コアラが前回ビクトリーバルキリーどの色が好きなんていう動画を上げてたが、このブラックバージョンがいたらブラックバージョンが余裕で勝ってただろうな。ディスクアッパードライバーはクエイクっていう超攻撃構成だから、他の奴ら全員泣きべそかいて逃げ出すぜ。3、2、1、ゴーシュート。これがノバネプチューンの力だ。3、2、1、ゴーシュート。私のカオスの前にひざまずきなさい。3、2、1、ゴーシュ。これがノバネプチューンの力だ。ということで、今回はノバネプチューンが最強ってことでいいかな、お二人さん。動画を最後まで見てくれたナイスな君にもう一点お願いだ。スマホを使ってるかい？そしたら下のチャンネル登録ボタンをタップ。パソコンだって？そしたら左下のチャンネル登録ボタンをクリック。あ、君たちツイッターやってる？僕はやってる。重要なことは全てツイッターでつぶやいてるから、コアラな君たちはぜひともフォローしてやってくれ。じゃあ今日も本当にありがとう。次回またお会いしましょう。 See you next time.